こんにちは。こんにちは。はい、それではですね、はい、今日はちょっと場所を変えまして、はい、はい、都内某所からお送りしています。まあなんとなくこのタイルと床の色味と、うん、でまあ基本的にねお店に来たことがある方であれば、うん、まあおそらくどこかっていうのはすぐそうですね。まあちょっと馴染みのある場所かなと思うんですけれども、はい、まあ先週じゃないか、うん、今週の頭にですね、火曜日ぐらいに。着用動画っていうところで、はい、ニートと別注をやるというお知らせを先日動画を流したんですけれども、はい、ご覧いただけましたでしょうか。うん、はい、まあ、それの撮影をしてたのがここなんですけれども、はい、まあ明日、はい、12時から、はい、そうですね、販売をしようかなと思っておりまして、今日はサイズ感をちょっと ご説明ご紹介できたらいいなと思っておりますので、はい、まあ何でしょう、ちょっと部分的におすすめしたいポイントとか、うん、はい、あとサイズ感というところが、ご紹介できたらなと思っております。はい、はい、それでは、はい、はい、実際に来た印象などをお伝えできればなと思っております。はい、まずですね、そもそも、まあ、ニートと今回パンツを作る、まあ、きっかけっていうのは、まあ、前回秋冬にも1本作っているので、はい、まあ、そのタイミングぐらいからもう正直ショーツは1つ作りたいなっていうのは、うん、まあ、お伝えしてました。はい、で時期的にはいわゆる春夏の早い時期じゃなくて、うん、まあ、本当にリアルタイムで着られる、はい、もう夏、はい、6月とか7月ぐらいがいいですっていう話をずっとしておりまして、まあ、このタイミングで入ってきました。はい、もともとニートのインラインにありますペインターパンツっていうロングのパンツなんですけど、はい、いわゆるこうペインターパンツっていうと、うん、まあ、作業着なので、はい、どちらかというとこうドカッと。そうですね、まあやぼったさがあるとかね、はい、シルエットだと思うんですけど、はい、ニートのペインターパンツっていうのはどちらかというとスラックス的な考え方なので、はい、インラインでまあ出てますので、うん、まあ、おそらくどこかのお店の、はい、まあ、ご覧になった方は、ね、いらっしゃると思いますけど、インスタグラムだったりで出てるかなと思うんですけど、はい、まあ、それをこうバスッと膝位置ぐらいでちょん切ったっていうのがもともとのこのパンツの始まりです。うん、実際に展示会場でハサミを入れて、西野屋さんという会社ですけど、事務所でこれ切ってみましょうよっていう感じで普通にハサミでジョキジョキジョキっと切りました。それが結構いい感じの丈感というかバランス感は良かったんですけど、やっぱりちょっとこうスラックス型なので若干細いんですよ。なのでこれだと僕らみたいなちょっとおじさんが履くにはちょっとなんだろう、真面目すぎるというか、うん、そうですね、こうちょっとおしゃれすぎちゃうっていうのがあったので、少しだけこう裾幅、はい、まあ、もも周りなんかを、全部調整しまして、はいはい、新しく、まあ、できた、うん、まあなんでしょう、普通に一般的なペインターショーツに比べると綺麗だと思います、はい、まあ、ちゃんときちんと感はありつつっていうバランスですね、はい、まあ、その辺のこう、うん、なんでしょう、こなれ感っていうのは、はい、まあ、ニートの名前の通りしっかり生きているのかなと思いますので。はい、はい、でサイズ感がですね SML の3サイズの展開です、はい、岡本さんで今 L じゃない、ごめんなさい S を履いてます、履いた感じどうでしょうか。僕が普段、まあ、大体30インチぐらいが多いんですけど、まあ、ジャストだと29とかそれぐらいで、まあ、全然拳、まあ、1つ2つ入るぐらいのゆとりはあるんですけど、まあ、後ろのビジョついてるので、はい、そこでまあこうギュッと絞って履くイメージですね、はい、あんまりもうジャストでっていうか、まあ、気持ち大きめぐらいで絞って履いていただけるといい雰囲気になるかなと思います。はい、はい、じゃあちょっと僕のポジションを取っていこうかなと思います。はい、はい、じゃあ続いては、鈴木さんが L サイズ着用しております。はい、はい、普段33インチ4インチぐらい、はい、で L サイズで、はい、どうでしょう着用感。多分ウエストっていうのは、まあ、さっきの S もそうなんですけど、一般的な SML でいうとちょっと緩めのイメージです、はい、でなんで緩くしたかというと、まあ、休日に履くイメージだったのでまあ、ベルトも基本的にはつけない、はい、もう朝履いたらそのままっていう感じのイメージだったので、うん、基本的にはもうウエストは気持ち緩いぐらいの方が、はい、まあ、あとはね、この先ほどもお話ありましたけどビジョで調整するっていうようなイメージです。で、まあ、内側にこうニートさんはマーベルトがついてますので、まあ、何かしら肌着でもいいですしシャツでもいいですし、まあ、インしてもらうとそこにこう摩擦で引っかかるようになってるので、はい、まあ基本的にあんまりこうずり落ちるっていう感覚はそんなにないかなと思います。収まりがいいですね。はい、非常に履き心地が良いと思いますので、はい、まあどうでしょう、一応寸法とかは書いておきますけど、イコーラーに書いておきますけれども、まあ普段履いてるものよりも気持ち大きめぐらいで選んでいただけたらいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ丈感なんかは本当に膝が出るか出ないか、まあこれもね、ウエストがウエストでこう調整が多少できるので、好みのバランスで変えていただけたらと思います。はい、という形でご紹介してまいりました。ですね、明日の12時からパンツの方は、まず店頭で販売しまして、日曜日の夜には余ったらオンラインの方でも、ご販売はできるかなと思っております。はい、で、今回ちょっと店頭限定にはなってしまうんですけれども、キャップを作りました。ニート F、ニート TF と読みますでしょうか。はい、まあニートさんと TF のちょっとミックスで、ニー TF というロゴを、はい、まあサンフランシスコの某チームのちょっとロゴをもじって、フォントをね、ちょっといじりまして、まあ全く同じではないんですけど、はい、まあなので、ロゴとしてもまあ限定ですし、はい、ちょっと色合いっていうのも、まあ、完全に、まあ、この2人と関さんと、はいはい、気分もこれだよねっていう感じで選んでみましたので、はいはい、これは店頭でパンツを買っていただいた方がちょっと限定的に、はい、まあ、購入券があるという形になりますので、ちょっとオンラインショップでは大変申し訳ないんですけれども、はい、販売ができませんので店頭で、ぜひお買い求めいただけたらと思います。はいでまあ、パンツはそれなり数はご用意はしているんですけれども、はい、キャップは正直あんまり数がありません、はい、同数ではないのでキャップの方が少ないんですけど、はいまあ、せっかくのこの機会なので、まあ、ちょっと買ってやるかと、はいはい、いう感じでまあ、これもね休日にかぶりやすいものかなと思いますので、はい、ぜひ夏に向けて非常にこう休日を充実させてもらえればいいのかなと思います。はい、それでは明日12時からはい、お待ちしておりますので、ぜひ一度履いてみていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。